オレンジタルトの作り方を今日はします。で、アーモンドの生地の上にちょっと、炊いたオレンジをもう加工してあるんですけれども、それを並べる形になります。です。で、オレンジはそのままで、中のシロップだけを鍋に戻してください。で、このシロップに 100g のお砂糖を足します。火にかけて一回沸騰させたものを今度このオレンジの上にかけて次の日まで置きます。で、この作業を5回5日間繰り返してください。ラップが下にぴったりと密着するように、こうするとまんべんなく全体が浸かりますので密着させてください。で、これで冷蔵庫に入れておきます。薄力粉です。と粉糖、粉砂糖ですね。粉糖と無塩バターと卵黄が2個と牛乳とレモン汁です。これはもう順番に混ぜていくだけの作業になりますので。で、バターはこのように、柔らかくしてますね。すり混ぜられる程度。ここに粉糖を入れます。で、なじむように混ぜてください。で、粉糖がよく混ざったら次に卵黄を入れます。で、あとレモン汁、牛乳も入れて。すべてが混ざったら、あとは粉をふるいにかけて入れていきます。
消していきます。柔らかくしたバターとお砂糖を先に混ぜます。卵をコルク入れていきこれで生地が出来上がりました。いいですか？いいです。この上にオレンジを振ります。Thank you.